夜の芭蕉よ。こちらは素敵なエロライフについて五七五の俳句にしたためて送っていただくコーナーでございます。はい、早速いきましょう。どうぞ。ラジオネーム、うん、新年早漏さんからいただきました。新年早漏、いい名前、うん、いいじゃないですか。誰だお前、見知らぬグラドル出てるけど。南川好きなグラビアマニアです。テレビを見ていて気になっていることがあります、うん、何？それはバラエティ、うん、特にアベマに謎のグラビアアイドルが出ていることです。謎というか謎ではないやろ実際はね、うん、一線級ならまだしも、うん、私のようなマニアにしか知らないようなまだ無名レベルの子がちょこんと座っている時があります、はい、まあ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 、あれってなんか事情があるのでしょうか。あーでもなんかこれ見てる人はさ多分さなんかそんな憶測みたいな枕営業みたいなあのことを想像するかもしれないんですけど、はい、いや世の中にはたくさんのグラビアアイドルの方がおられてて、はい、まあ、いろんなバラエティ番組の中でスケジュールとかでたまたま入れたとかチャンスいただいたみたいなことは、うん、それあるでしょ。いやでも早漏さんは、うん、南川さんなら教えてくれると思ってメールしました。でもね枕営業みたいなのはないことはないと思うよ別に、うんうんうん、ないことはないと思うけど、ね、でもね多分そんな少ないっていうか、でもね枕営業って実際、うん、俺ねグレーな感じじゃないですかっていうのも、うん、恋愛なんですよちょっと仲いいがもう恋愛にのゾーンに入って、うん、でもそのよしみでなんか出てるみたいなことって確かにゼロではないと思う。私も思ってたさバラエティで後ろだけ足出して足組んでこっち見てにっこりしてるだけの人とかいるじゃないですか、まあ、いる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 。いやあれその枠かなって私も思ってます。でもさもう時代的にも例えば昔は女性ワッと並ばせたらいいやみたいな時代ってあったけど、はい、もう今もちょっとそれもちょっと叩かれる可能性もゼロではないんで、結構それ減ってくると思うんですよ。はいはいはい、はい、女性並べとけばいいでしょみたいなちょっと古い考えはなくなってるような感じは若干あると思います。なるほどね。逆に次めちゃくちゃなんか上半身裸、うん、マッチョの男性とか座ってるかもしれないですね。あ確かにね確かにね、そのパターンもゼロじゃないよね。次、うん、次師匠変えてみたいな、いいですね。はい、ソウロさん頑張ってさ、ね、この子のこと探して。都市伝説じゃないけど、うん、まあないことないけれどもそんな思ってるよりないかも。なん多分本当ですか南川さん。いやリアルにあるけどあるけどな。でもさ枕営業しても成功できてないパターンってよくある。えだからそれが闇なんですよね。それが一番多いと。それが闇なんですよ。それが多分一番多いと。だから結局セックスしただけやんけみたいな。ただでもそのガッツは認めます。でも僕は何度も言ってるのに、うん、セックスが一番多いのは劇団です。劇団が一番セックス多いから。これはマジだから。ほらもう純粋なセックス。次から見る目変わる。はい、お願いします。はい、それでは始めていきましょう。ボイスハート放送局。トイズリは南川でございます。オナッホー大瀬明です。芸人とアーティストが大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、今日はこの後ゲスト登場でございまして、なんとよく出てくれましたね。なんとあのキングオブコント5年連続ファイナリスト日本の社長でございます。番組の感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして南川でございます。大瀬明です。さあ今日のゲストこの方々です。日本の社長の辻です。ケツです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。仕事を選んだ方がいいですか。あんま自分で言わないです。すごいないです。いつもどうしてもいつもどんな方が来てるんですか。もう一番最下層のエロラジオ。エロラジオにそんな順位あるんですか。あるよあるよ。エロラジオの中でも。エロラジオ。エロラジオ初めて。オナホのとかいろいろ作ってる会社の一社提供。ああ。でも初のエロラジオです。初のエロラジオ。そうですね。初めていただいちゃいました。もうありがとうございます。でもだって結局風俗とか言ってるもんね、ケツはね。まあまあ出だしから何言ってるんかって感じですけど。まあ言ってます。もうそんなも喋っていいとこですもんね。いいよ。そういうむしろ喋った方がいいですもん。喋った方がいいでも喋っても全然いいです。はいはいはい。行くでしょ、だってめっちゃ言ってるもん。サラバの YouTube とかでも言ってたもんね。そうですね。だからあれ東京来たてぐらいの時に僕がちょっと五反田をお昼ブラブラしてて、デリーの女の子を呼んで。
ホテルに入るところをちょっとさらばさんに見つかってしまったっていう。むつり込んだっていうね。はい、たまたまやらせなしで、やらせなしで演出一切なしで、演出なしで映り込んでそのままオンエアされたってことだよね、はい、うわすごい。でもやらせぐらい綺麗に登場するんですよ、うん、なんか仕込みやろってるような完全に仕込みやろいや違うんですよ、ほんまにバッチリやったんですけど、はい、日本の社長がこの去年の4月に東京進出でしょ。そうです、1年半ぐらいですね、はい、どうなんですか、まあ、東京やっぱこれやなっていうのが行き止まり多いですよ東京これ言うんですよね、めっちゃ、ま、マジで、いやなんかモグラがね、空気階段のモグラが、うん、に言ったんですよそれを、うん、ならなんかいやあの昔 の, その戦とかで行き止まりわざと作ったんじゃないですかとか言ってその名残が、ええ、その敵の敵を欺くこの令和にそれ城の中やろそれさあでもなんと言ってもこれですよ、キングオブコント5年連続でございますから、はい、もう南川さんとか見てるんですか、うん、キングオブコント見てるよ、何が言いたいのいやなんかもうなんかこの何 や, いやまた尖ってはるじゃないですか、まあ、見ない俺全然尖ってないやんかめちゃくちゃ丸いやんか各番組で尖り散らしてるじゃないですか、ちょっと待ってちょっと待って、俺その認識本当にないわ、うん、あとなんか僕らとか下の人にもなんかちょっと敬語っぽいわざと下から来んのも絶対先輩 100先輩やのになんかなるほどなるほど、ちょっとそう、ね、その探りみたいな、ちょっと吉本の副社長が今そんな感じなんで言うな絶対敬語なんですよ、いやいやそれそう分かる分かる、でもなんか上から来てくれたらちょっと安心するんですよね、なんかいやなんかやっぱり俺こんな俺でもちょっと嫌われたくないというかだから一応そのうわっとは行きたくないわけよ、さすがに今いろんな先輩にガッと来られたから、あ、そうなんです、そうそうそう、だからこういやどうなんですかっていう感じにしてるだけで、うん、何にもないです俺は、尖ってるところは一切、ガッと来たのは誰例えばまだイメージしきれてないから早いってない、イメージはしやすいよ、松竹芸能でも分かるやんか、いや分かんない、木下さんとかで今は全然優しいけど、当時一番あのギンギンやった時のアメザリさんとかね、あー分かったんすよ、そうとか、あの辺りの人たちが、まあ、吉本もその世代っぽかったって言いますもんね、怖いでしょ、はい、前田さんとか、前田一番嫌いの俺なんで嫌いなんすか、前田前田は嫌いで理由は前田前田全く悪くないんだけど芸歴はどっちなんですか、芸歴はいやいや俺の方が一応ギリ先輩だ、ああでもギリだ、営業行かされた昔、はいはい、いいじゃないですか、ね、一緒にそう昔前田前田でグッと来てる時に、はいはい、営業行かされて、その時の松竹の社員がねおって、その時はすごい前田前田にも出来合いしたわけ、ああまあはいはい、そう、はいはい、で俺その時荒引き団出てたんよ、荒引き団でピンのネタをやってて、はい、で営業連れて行かされて、ずっと前田前田のおもりみたいなのをさせられるんよ、ああでその時当時オージンオズボーンがずっとおもりしてたから、そうなんです、ね、そうで俺が篠宮さんにいやこんなやめましょうやみたいなこんなクソガキじゃないですかまあまあまあもう早いです、もうチンチン出せほらみたいな言ってたらマジで怒られたりとか、ああとか焼肉とかはこう連れて行かれて、その前田前田さんをちょっとこうお世辞言うみたいな回とかあるのよ、持ち上げたり背中んと、はい、ちょっと聞いたことある、なんかその TKO さんがオセロさんに説教したら、うん、社員に TKO さんが説教されてそうそうそうあるなんかある松竹あるあるなんですか、あんねんあんねん、松竹はちゃんとタレントの序列を作るのよあそうそう、まあ今こう旬の方をこう立てるっていう、でなんかすごい売れてる人とかになんかいろいろめっちゃマネージャーがガッと言うやんか、ガッとなんかやるやんか、はい、ちゃんとこうお弁ちゃらというかこうしっかりとこう、うん、でケアするわけですよ、その時に、はい、いやそれの人だけせこいですよとか言おうもんなら、うん、いやいや売れてるからな、なるほど、社員さんもそういう感じやから、いや俺今年松竹辞めたからそうですよね、あんま言いたくないとか今からあんま言うの言わないあんまりもう言いたくない、前前なんか僕でもちょっとショックやったんですけど、ね、なんか何が辞めたの、いやなんか、いや松竹俺は潰したんねんって言ってたのに、なんか辞める形とってたから円満対策、自称円満ですね、何やねんケツ、いやその辺もちょっと聞きたかったから、俺もうほんまに潰そうと思ったのはいほんまに潰そうと思ったけど気づいたのよ、気づいたのよ、潰れへんなって無理かもって思っちゃったから、それはそれで一番いいのは、あの俺が辞めて俺がめちゃくちゃ売れることが一番潰れるんじゃないかと思っただけ、なるほどなるほど、はい、おかっこいい、はい、なるほど、いやごめんこれほんまにって思われたら怖いからチャンスね、違います違います、はい、そうですよ、何やねんケツ、ちょっと、いや素晴らしい、いや僕もちょっと今日テンション上がってて、ごめんなさい、南川さんにこうお会いできるのが嬉しかったので、はい、先輩とかにめっちゃ噛みつく、俺 YouTube 見てるで、あの鬼越えの、いやいや違う、あれ誰やったっけ、ダブルアーツさんやったっけ
ダブルアートのしんべヱさんという方のちょっとそういうちょっと一時バチバチみたいなのが YouTube にめっちゃおもろかったんですよ。それ見てください。鬼越の YouTube 見てください。それは見てみて。何の話だったっけもう。何でしたっけ。いや、あの日本の社長さんといえばキングオブコント5年連続。あ、見てるんですかって話か。そう、見てるんですか。見てるよ。野球コント新入部員を披露して468点を取った。そう、そこで468点低いですよ。これ低いですよ。あんな時にさ、スジ君がさ、まあ好みですよねって言ってたでしょ。そんな人がよく俺に尖ってるとか言えるよ。あんなめっちゃ尖り散らかしてるやん。あれめっちゃミスったんですよ。ミスった僕あれボケで審査員さんが言うことをお前が言うなよっていうボケしようとしたんですよ、うん、で審査員さん言うじゃないですか、なるほど、僕たちの好みなんで、はい、それを言おうとしたら、はい、2行目が全く出てこなくなってほんでなんかあやばいと思って、ただの悪態ついただけ、そうそうそうあの突っ込まれるまで言えんくて、はいはいはい、分かる分かる、ほんと突っ込んでほしいよね。あ、そうです、あのいやお前が言うなよとか、あ、そうそうそう、言ってほしいよね。それちょっとミスって、そこだけ言っちゃって、ほんまに怒ってはんのかないやマジでマジだな。いやそれあるよな、それで、あっこで振られると思ってなかったですよ。あのまだ何も、うん、点数出たしトックでどうですか、はい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 、でちょっと焦ってやってもって、いやいや絶対に振られるやろあそこはいやちょっとだから5年目にして分かってなかった。いやいやあそこはめっちゃ5年連続出るからもう分かるやんあそこは。もうあそこむずいですよでもほんまに。確かにね、俺は経験ないからさ、あそこの難しさ分かれへんわ。だって終わってから結構一息ついてるし、あそこでもう一回おもろいことせなあかんのしんどいよね。そうっすね、浜田さんっていうね、あんま低い準備もしたくないっていうね。あ、低い時の準備したくないじゃないですか。低い時何しようみたいな。俺はもうずっと低い時の準備しかしてない。わざと負けて低い時の準備を持ってすげえ。わざと負けて。なんかね、なんか普通のね時にね、ああそうですか。ね、そしてあと M1 にもエントリー。まあそれは、それ M1 で決勝決勝行ってないですよ。あ、そうなん？現時点で準々、準々決勝、はい、進出。はい。ああ、そうそう、いやいや、現時点で順次は行くでしょ、そりゃ。いや全然もうなんか動画上がるじゃないですか、 M1 って3回戦、はい、もうほんまコメントでなんでこいつら行ったんみたいな毎年言われるんですよ。え、 M1 そんな言われてる？ M1 マジで僕らは嘘、むちゃくちゃ言われてます。え、マジで、はい、全然そんな認識ないわ。え、そう、はい、あ、そう、めっちゃおもろいイメージというか。でもそういうので傷つくんですか？傷は別に傷つくは全くないです。普通に腹立ちますね。根に持ってる、根に持つタイプなんです、ね、え、普通に、どういう人なんですか？俺、辻さんはどういう人なんですか？本当に辻さんってさ、そう言ってちょっと天才みたいなイメージあるじゃないですか。いやいやいや、なんかそういうキャラになってるじゃん、ちょっと才能センスあるみたいな、うんうん、ケースとは違ってそんないる？僕、もうそれサクッとそれいる？僕がなんかしたわけじゃなく、はい、僕がなんかそういうことしたわけじゃなく、うん、なんかケツが点差じゃなさすぎて、うん、じゃああいつかってなってるだけなんですよいつも。ああそういうこと、そういうこと、そういうこと。ケツ喋ったやつが、うん、あ、じゃああいつなんやみたいな。嫌やわそのポジション。まあそうなのね。そうなんですよ。いやほんなんで、俺はだって辻君はさ、だ、え、何高卒？僕大卒なんですよ一応。え、大卒？はい、どこ結構いい大学？あ、いや全く。あ、そうなの。うん、まあ京都の花園大学っていうあのなんで笑うんですか、南川さん。いいじゃないですか、別に寛大ですもんね。俺寛大やからいいっすね。いいでしょ。花園って俺も徳井さんしか知らんけど、あのすごいっすよ、徳井さん、三木の昴生さん、あと、クロちゃんっす。そうや、そうやった。あのこれ4校って呼ばれてます。栄養院花園大学4校今。え、ちょっとさ、あのさ、ごめんな、俺全然そんなことないんだけど、え、何歳やったっけ辻君。僕37です。37、あ、結構俺42やから、まあ、5歳差やねんけど、はい、花園大学って なんで行くの？いや、ほんまにそうなんですよ。え、そうなの？ほんまにうん、あの行ったら負けみたいな。いやいやいや、あの、まあ、いい大学どうよ。2、3個の中の1個なんですよ。京都ってめっちゃあるんですよ、大学。ありますね。で、なんか高校の時に、吉本入ろうと思ったんですよ。はいはいはい。ほんで、あの3人ぐらい断られて、うん、でもやりたいこと別にないしみたいな。はいはいはい。でもう勉強を僕中学の時めっちゃアホやったんですよ。ほう。で高校受験で公立入るために、うん、そこで
なんとか公立絶対行けへん言われてたのに行ったんですよ、はいはいはい、でそこでもう勉強は一生分やったと思ってやめたんですよ。あ、なるほど、ね、だからもう全く少ないやろ。いやほんまに一生分お卒業はえげつない成長だったんですよ。そこで成長しきったの、期間が少なすぎる、ね、あまりマジで奇跡って言われたんですよ、お前が公立行けるなんて、うんうん、ああはいはいはい、頑張ったんで、そこでもうやめた、やりきって絶対俺は一生勉強せんって決めてたんで。なんで決めた、絶対一生勉強やろ。高校3年間もテスト勉強せなかったんですよ。あ、そうなんや。でも花園大学行って で、うん、そうなんです、行くとこなくなって、うんうん、花園大学も受験じゃなくて、うん、あのここやったら野球で行けるぞってなって、あ、セレクションで、そうなんや、セレクションで、なるほど、あ、大学野球、あ、そうです、花園大学のさらに勉強でも入ってないっていう、そう、だから黒田さんより勉強してないです。なるほど。え、花園大学って野球で入れんの？野球僕らの年から取り出したんですよ、うん、あ、そうなん、なんか花園が取るらしいみたいなって、うん、で入ったんですよ、あの、あ、セレクション、セレクションってセレクションで栄養入試とか推薦入試とかスポーツ入試とかいっぱいあるんですよね、うん、そう、そういうもんじゃないです。だってセレクションのやめてください、セレクションの面接で、うん、セレクションして面接だけあるんですけど、うん、ほんま好きな選手とか聞かれました。あ、そうなの、すごっ。でもほんまに野球は好きなんや、やっぱり野球は。そうっすね、まあ、うん、でもその時はもうあのやることなさすぎて続けないか、うん、もう嫌いになってたんですけど、あー、なるほどね、しばらく嫌いな時期、うん、あるんですか、あってっていうことですね、はい、だから野球ネタ多いんですね。あ、そうです、経験、野球経験にもだって、はい、なるほどですね。これここやから言いますけど、ここやから、あの、なんでここやから、ここやから言うことはないよ。トイズハート総局で言うことがない。いや、ここやったらちょっとギリ言えるかなってことなんですけど、うん、キングオブコントのあのネタ、うん、バットしばかれるですか、うんうんうん、僕バットしばかれて折れたことありますか、ほんまに。あー、うせやん、マジで。あの逆さますけどね、あ、逆さまでね、逆さまノックバットで、うん、頭をコーンって、うん、普通はケツバットなんですよ、うん、エラーとかして、うん、ノックで、うん、ほんでこう言ってたらケツバットなんですけど、うん、なんかその気まぐれで、うん、こう頭コーンって、うん、あの持つところでやるコーチ、うん、その日あって、うん、それで何人目かで僕あの、まあ、蓄積してですけどバットに、うん、カーンって飛んでったんですよ。嘘でしょ。ほんでコーチ爆笑して、お前どんな頭しとんねん言うて、芝居のくせに笑ってる、芝居のくせに怒られんの、まさにあのコントやん。そうそう、ほんまそうっす。うわ、で折れた時が一番痛くなかったんですよ、なんか。あー、逃げて、そうそう、あ、そうね、だから僕はまあそんな、うん、なるほどなるほど、はい、確かに確かに、石井館長も言ってた、折れたら痛くないバット折り、バット折りの時に折れたら痛くない、折れたら痛くない、折れたら痛くないってことで、ケツさんは、ケツさんは、ケツさんは、で、行政所出会いってこと。あ、そう、僕がもう1年先活動してて、はい、1年遅れて、うん、出てきたって感じですね。あ、養成所、もう卒業してから、まあ、なんか刑務所みたいな言い方がありましたけど、シャバに出て、シャバに出て、出てきて空気うまいな言うて、うまいな言うて出てきて、はい、ほんで、で、まあ僕も卒業して、ほんでまあちょっとそのライブとかいろいろ活動ね、する中で僕はコンビ組んでて、ああ、で、辻さんのなんか主催してる、うん、あのライブにも呼んでもらったりとかして、うん、みたいなところからす、うん、はい、そういうことですが、この組んだきっかけみたいなのなんですか。きっかけは普通にたまに呼び出す後輩みたいな感じだったんです、うん、あ、だから、今も慶応。あ、そうです、はいはい、確かに敬語っぽいよね、確かに、そうやな、うん、まあ、深夜に、うん、なんか何人かビスケットブラザーズとかマユリカとかと、はいはい、僕ん家で、うん、あのパーティーとかたまに何かしてて、うん、なんか最後盛り上がって終わりたいなった時に、うん、深夜3時ぐらいにこいつ読んで、うん、いつ来とんねんって爆笑来て解散っていう。なるほどなるほどね扱い悪すぎません、悪すぎる、それはさすがにそれは怒っていいよな、それは。ただむっちゃウケるんですよやっぱ死ぬほどいけるからね、それはウケるからな。じゃあ家も南部からむっちゃ遠いところやったから、そのわざわざ来てる感じもみんなわかるから、はいはいはい、近かったらな、別にで、はいはい、2人で20分とか、うわ一番嫌な、大正の端っこなんで、うわ一番嫌な距離やな、はいはい、大正の端っこ住んでたの辻さんがね、あ、辻さんがね、ちゃんとそれでちゃんと変えるっていう3時変える、はい、それをやってたと。そうですね、これやっぱじゃあキングオブコントを取るっていうことがやっぱ一番のあれなんですか、とりあえず目標なんですか。いや、もうなんかやること なくてやることないというか、やりたいことなんてことなんだよお前。いや、そこはいや、なんかやりたい、なんか単独ライブとかやってるでしょ。あ、そうそう、それは常にやりたいんですけど、うん、やりたいんですけど、なんか別にその分かりやすいそのね、うん、何目標というか、目標が MC 試合もないでしょ絶対。
そうですね、まあ、できると思ってないですね。ないでしょ、まあ、MC はまあそうです、ね、そうやな、 MC はないから、だからまあ、まあでもライブは出ときたいみたいな、例えばルミネとかそういうところはずっと出ときたいです、まあ、ずっと出るために撮りたいっていうのもあるかもしれないですね。ああそうね、今の感じ もっと舞台欲しくてそれを続けていきたい。いや多分減っていくんで、あの撮らないとまあまあそう、撮らないと減っていくんですね。いやほんまにきついよな、減っていきますね。一生くれるもんじゃないのあれは。あれはなんかまた若手がどんどん出てくるんで、やっぱ集客ある人を多分使いたいじゃないですか。そうやんな、吉本も。そうやんな、確かに集客はなくなっていく。そんなやめて、そんなそんなトーンで集客やめてくれ。生々しい。じわっと減っていくパターンはあるんですね。いやそれも見てきたもんね、先輩方を、いろいろな先輩方を見てきたわけやんか。まあ見てきたとか、まあまあ見てきたし、僕ら今絶賛体験中。そうなん、はい、でもこんなに結果残して5年連続ってもういないんやろ。え、いるんか、いないか。いないですね。いないよね、はいはいはい。最多がさらば何やったっけ。さらばさんが、はい、6回とかなんですね。毎年でも言われるもんな、もう今年は日本社長やろとか言われてるのに、もうもう無理なんじゃない。なんかこれ、いや無理っすか。いやでも無理なんですよ、もう多分なんかだってだからやっぱ新鮮味がいるやん。あだからもはやなんか決勝決まったら先輩とかが、はい、今年こそやなとか社員さんも言ってくれるんですよ、うん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 、ちょっといや無理やろって思ってあのいやいやだんだん難しくなってるから、ちゃうねんちゃうねんみたいな。そうだんだん難しくなってるのに。確かに。だからまず決勝おめでとうございますだけで僕らは嬉しいんですけど、うん、今年こそねとか、あいや期待せんといてくれって、あそういうことね、言っていただけたらありがたい。転がり込んでくるのを待ってるからって。そうやな、まあ確かにそこは難しいけど、やっぱりここでもここで撮ってほしいっていうみんなの気持ちもあるわけです。いや嬉しいですね。でもめちゃ応援してます。何よ、さらばさんで無理やったら無理じゃないですか。確かに確かに、まあ その方向でもいいけど、そうだったらまた別のなんか冠が欲しいんじゃない。いやそうなんですよ。で僕だからジャルジャルさん撮った時、うん、それがショックやったんですよ。あの撮らんといてくれよっていう、撮らなあかんくなるやん。確かに、ね、撮れるパターン。ジャルジャルさん撮らんでええやん。あのジャンルは撮ってほしくないよな。そうなんですよ、撮ってないかっこよさもあるじゃないですか。ジャルジャルさん撮っちゃったっすよね。やめてくれよ。撮りに行きましょう。撮りに行きますよね。まあまあまあ、次ね、撮らね一番いいですけどね。撮りましょう。M1 撮ったらええやん。 M1 は 100% 無理っす。このように 100% かな。 100% 無理、撮るのは無理っす。100%。決勝はあったとしても、決勝はまあまあもうほんまわずかに。まあそうかそうかそうか、そういうこと。じゃあやっぱりコントと漫才やったら全然コントの方が多いね、割合的には。そうですね、両方できるけども、もう単独ライブは全部コントっすね、うんうん、そういうことでございますか。いやもうほんとめちゃくちゃ応援してますので、ええ、終わりですか。ちょっと待って、吉本ゴシップ聞いてよ。あ、ゴシップ聞きます。最近ちょっと楽屋で、ちょっとお金の話みたいになったんですけど、一個だけいいですか。インディアンスの田淵さんなんですけど、田淵よ、田淵ちゃん、お金の話してる時に電卓がみたいなことを言ってたんですけど、うん、あの人電卓のことずっと、うん、計算機って言ってました。またおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じで、はい、昔のおじいちゃんおばあちゃんの言い方してます。言い方やな、めっちゃ面白い先輩なんですけど、ちょっとそこだけきついなと思って。こういう時ってやっぱ一番ちっちゃいゴシップがおもろいんやけど、うん、それよりもちっちゃくない。本当に面白いな、はい、素敵なゴシップ、はい、ありがとうございました、はい、日本の社長のお二人にはこの後のコーナーにもお付き合いいただきます、はい。健全な男の子を育成するトイズハート放送局、ここでトイズハートからお知らせです、はい、本日はオナホビルダーが作ったオナホユーザーに送るオナホール専用ローション、オナツユをご紹介いたします、はいはいはい、最大の特徴は、うん、さっぱり、はい、ベタつかない、はい、そして乾きにくい、うん、そして細やかなひだなども体験しやすい濃度で、うん、はい、オナホール内部の構造をより敏感に楽しめる絶妙な柔らかめの配合となっております。すごい、さらっとした濃度で、うん、使用後の拭き取りも楽々、はい、注ぎやすいボトル形状で継ぎ足しも簡単ということでございます。すごい、継ぎ足しですね、はい、それではぜひ、ね、体験してほしいわけですよ。はい、ケツさんいいですか。どこまで体験して、おなつゆを開けて実践でできちゃうじゃないですか。すごい、そんな人いないよゲストで。どこまで行けますかはないです。だいたい感じれますもんね、その商品。指を入れる。これを
回入れますか。一回入れてもいいですよ。どうですか、普段お使いになられてるのと濃度は。確かになんかちょっとさらっと見た感じさらっとしてますよね。もっとほんまにもっとドロッとしてると思ってました。ケツさん、はい、見た感じさらっとはさすがにわからんですよ。いやしてますしてますしてる、ほんまにみずみずしいですもん。いやこれラジオやから伝わらへんのが悔しいですけど、やっぱりそういうお店とか行ったらこう女の子がこう混ぜるんですよね。トロ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 って、はい、手で混ぜるし、まあこう商品で売ってるやつで売ってもなんかすごい透き通ってますね、ほんまに。いや、ごめんなさい、透き通ってんのよ。透き通ってます。一回しろよ。ちょ透き通ってるよ、大体。いや、でもローションは大体透き通ってんのよ。でもなんか濁ってる。あ、今ケツさんの指に糸が、ほら、どう。あ、糸が長いというか、こう引きますね、糸が。糸引き、はい、いや、ローションは糸引くなよ。しゃあしゃあしゃあ、なんてだろう、でも、あ、いつもと違う。いつもと、はい。ネバ、そう、確かに、うん、それはローションはネバっとするから、はい、ほら例えばこれ、水、このティッシュで拭いてみて、ここで、ここが醍醐味なの、拭き取りだね、ティッシュで拭いてみて、はい、あ、すぐ取れる、そういうことです。ほんまに、ほんまや、普通のティッシュですぐ取れますね、はい、濡れティッシュとかじゃなくて、うん、確かに、確かに、はい、すげえ。そこ、あ、ほんまや、もう、そう、そこなのよ、醍醐味見てほしいのは、なんかその、透き通ってるとかさ、なんかサラサラしてますねとか。何をさ、わけでわからんね、ポーズとして。いや、ローションの食レポしたことないんだから食じゃないよ。ローションレポをさ、下手くそやで、ローションローションあんま経験が少なかったかも。え、そうそうそう、でもなんかとろみはあるでしょ。いや、めっちゃある、ちゃんとあります。ちゃんとあるでしょ。でも拭いたらすぐ拭ける、うん、そういうことです。これはもう便利ですから、よかったら持ってみてください。あ、いいんですか。いいよ。何本欲しいの、ケツさん。3本。リアルやな。そんな眼差しで3本だよな。この秋に、ついに累計出荷数が400万本を突破。すげえ。オナホをもっと手軽で身近な快感に、すべての場面で快適性を追求したオナツユは、通販サイトおよび全国の販売店で発売中でございます。これ海外でも売れてるんですよ。400万本です。はい、すごい、はい、ぜひね、お持ち帰りいただいて使ってください、大活躍してください、はい、また感想言います、はい、いいです、感想言います。以上、トイズハートからのお知らせでした。すごい。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局、エンディングでございます。番組では皆さんからのメールお待ちしております。夜の場所ではエロにまつわる川柳、大喜利コーナートイズハート寄せ、現在募集中のお題はドスケベ学園の文化祭でありそうなことを教えてください。なるほど、ドスケベ、その他私たちへの質問もお待ちしています。すべてのメールは番組ホームページのメールフォームから送ってきてください。そして過去の放送はポッドキャストや公式 YouTube チャンネルでも配信中です。そちらもチェックしてみてください。はい、ということでございました。あっという間でございますけども、早い、日本の社長のちょっとね、今後もちょっとよろしくお願いしますよという。いや、もちろんです、ね、もうまた呼んでください。はい、え、来てくれるの、はい、もちろんもちろん。いや来てくれるの、ほんまに。いつでもいつでも。ほんまに。え、ケツも来てくれる。いや、来ますね。ローションレポもちょっと磨いて来ますし。いや、だから今回はローションやったけど、うん、本当にオナホのレポもあるわけですよ。ああ、それはさすがに実践。それ言ってくれんと。小指をね、これ。指じゃなくてもいいんですけど。指じゃなくてもいい。指じゃなくてもいいんですけど。それやってくれるの、もし来てくれたら、その実践でやってくれるんですか。あ、もちろんもちろんやります。もちろん。あんまいないんですよ。それやったら見る目変わるでしょ。あ、いや、見る目変わるとか、すげえな、この人すごいなと思うだけで。次、じゃあやってくれんの。はい。やばいわ。引くのなしですよ。いや、絶対引かない。俺はもう前のめりで見るよ。はい。ありがとうっていう気持ちで、前のめりで。はい、こんな番組でしてくれる人いるんやということで、それ持って帰ってください。なんでこんなそれは何で、その感情なんで、なんで持って帰ってほしいね。宮美香さん、それ持って帰って、なんでお前も気持ちいいね。それ何、それ、俺絶対いらんから、それは怖い。ありがとうございます。ということでございます、また来てくれると約束したところで、はい、またお会いしましょう。ここまでのお相手は南川と大瀬明と日本の社長の辻とケツでした。バイバイ、バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランド、トイズハートの提供でお送りしました。